ウーゴ・ディエゴ・アリス・メンディシア・パレッタは、ウルグアイ・モンテビデオ出身の同国代表サッカー、選手。ポジションはミッドフィールダー。2008から09シーズンは28試合に出場した。56回目のリーグ制覇に貢献するとともに、リーグ最優秀選手に選ばれた。2009年8月31日、300万ユーロの遺跡金で、イングランドのストークシティ FC に移籍した。 遺跡金は場合によっては550万ユーロまで上昇する。契約期間は5年間。南米のクラブから直接選手を獲得するのはストークの歴史上初だという。同チームでは期限付き遺跡を繰り返した。2012年限りでストークとの契約を満了しナショナルモンテビデオに復帰した。2015から16シーズンは サウジプロフェッショナルリーグのあるシャバブリアードでプレー。2016年8月5日にナショナルへ、再び復帰し、同日比例、ベレス・サルスフィールド戦の招集メンバーに名を連ねた。2008年3月28日、ノルウェー代表戦で、ウルグアイ代表として初出場した。ありがとうございます。